やっぱりゴール、ウェリントン、タリク、この2トップが頭から出して、その後にこの町野とか瀬川もそうですし、まあ、阿部、この辺がどうやって使いながら。東京は高めのライン設定です。杉岡できます。狙ってきた。結構この形の見せてきました杉岡。こういうちょっと変化つけるって言いますかね、はい、そのまま入れるんじゃないかって思われたところを、まあ、狙う。石原、池田入れてきます。バーに流れたボールは平岡、平岡フィニッシュ。左足のシュート、同サイドを追い抜こうとしましたがソービークです。ウェリントンというはっきりした選手がいますから、まあ、ここを狙う、まあ、その後のセカンドボールっていうのは折り込みすぎだ。交代はこの後になります。いや、森重、クロスバーの上でしたが惜しいヘッドでした。森重、阿部からウェリントンです。マッチの、いや失礼、石原からウェリントン、バラダから阿部です。阿部切り返した、阿部のシュートだー。スナイパーの一撃、78分湘南先制。でもここでやっつけたのはもう個の力ですね、はい。まあ、バラダもうまく出したんですけど、切り返してからもう インステップで振るんですよね、これね。阿部シュートのプレッシャーをこう回避して右足で思い切って振り抜いてる。インフロントかもしれませんけどね、このコースはノーチャンスですね。待って、町野、スピードがあります。町野、追いで変わった。さあ町野、東が追う。町野打った。復活のエース町野、82分突き放しました湘南ベルマーレ。まあ、欲しかったゴールをこの町野がやってくれましたね、はい。通常であればこのプレッシャーが来た時にここで潰されるんですよね。もう一つ股抜いたんですけど、ここからスプリントしてここで相手にまた潰されると思うんですけど、まあ、全然彼の軸がぶれずに最後はですね、外向いておいて逆サイドグラウンダーで蹴ってるんで、はい、この辺なんかも非常にこう体幹も強いしバランスもいいし、まあ、非常にやっぱりこう町野、石原が跳ね返して、これも瀬川が拾う。試合が終わりました。ファイナルスコア0対2、湘南ベルマーレ敵地で5試合。ฝากติดตามกด subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like subscribe get push notifications Like subscribe push notifications